断捨離とかミニマリズムとか言うけどね、捨てられないものだってあるよね。僕もね、これまでに泣く泣くいろんなものを手放してきました。最小限に物はね、減らしたつもりなんですけどね。だけど、どうしても捨てられなかったものっていうのもありますね。かわいいでしょ、これ。20年くらい前になるかな。大宮のアンティークショップで見つけました。昭和30年代にロマン人形とか言われていたやつかな。店内で僕がこの子に見とれておりますと、店主の親父がニヤニヤしながら近づいてきて、可愛いでしょって言ったんですよ。未だに覚えてます、その時のセリフ。可愛いでしょっていうのがね、まだあの店あるのかな。うちの猫が噛みつくんで、普段はお尻にしまってあるんですよ。で、たまに出してきてはね、酒飲みながら眺めてはえつにいるんですよね。可愛いでしょこれ。続いてはこいつです。こいつとの出会いは埼玉スーパーアリーナのアンティークフェアでした。こやつが作られてるのはおそらく1970年代に入ってからでしょうね。当時にね、編み物とかに流行ってた頃の毛糸の広告かなんかでしょうね。そういうキャラクターに使われていたような気がするんですよね。どう見てもね、そんな風貌だもんね、こいつと来たら。他にもね、結構ね、捨てられなかったものっていうのがありますので、また今度紹介します。パート2、パート3と続きますので、楽しみに待っていておくんなまし。シェー